こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は5万円で購入して14倍の70万円で売れた商品、売れた商品とか売れた商品、売れる商品ですね、をご紹介します。一番転売の中でね、時間帯、効果というか、能力少なくして儲かる方法なんですけど、高くなりそうな商品を買って、実際に高くなってから売ると。中には、高くなりそうだと思ったけど、高くならなかったという商品も出てきます。それでも、何個かに1個ね、ヒット商品が出てくるんで、きちんと保管場所と資金を用意して取り組める人は、この方法はかなりおすすめです。ただ自己流でね、上がると思って買ったけど上がんないっていうの多いと思いますんで、この商品はこういう商品で買おうと思うんですけどっていうのはですね、仕入れる前に相談していただいた方が、確実です。で、これ、レゴ10179。スターウォーズのね、ミレリアムファルコンのレゴなんですけど、今、値段は5900何ドルと。ほぼ6000ドル。値段で言うと70万円超えてます。これで売れてるからすごいですよね。ところが、このレゴですね、以前は送料込みで5万円で余裕で買いました。以前だって数年前ですね。そんな大昔のことじゃないです。ですんで、このレゴを趣味で買って、ね、レゴ趣味で買う人、こういうのを買う人って、1個遊ぶようでね、もう1個、あるいはもう2個、保管用で買う人が結構多いんですね。私もこのレゴを、5、6万で売ってた時あったんですけど、その頃はね、2個3個と買ってる人が結構いらっしゃいました。ですから、もともとそういうね、2個3個と集めたい人が、思う存分買ってたら、今頃は、普通に20個買ってたら1000万儲かっちゃうわけですね。もうこれはすごいですよね。仕入れが100万、で、儲かりが1000万。そんな商品がね、今時日本に他にありますかっていう話ですよね。で、このレゴだけが、特に珍しい事例じゃなくて、こういう商品ゴロゴロあります。で、つい昨日、ね、今日メール飛んでてきてたんですけど、363.98ドル、送料込みですね。44,970円で売れた商品。これは、ちょっと前に13,800円で購入した商品です。ある程度目利きがついてくれば、もう、この資金があってね、大変なことやりたくないという方は、値上がりしそうなものをあらかじめ先回りして買っとくというやり方は結構おすすめです。今回は、この5万円で、購入して、70の4倍で70万円で売れる商品というののご紹介なんですけど、この昨日44,970円で、売れた商品、メール登録していただければですね、そのメールの方で、お流しします。後の方で流れてくんでですね、もう今すぐ知りたいという方は、メールアドレス登録した後に、あの商品は何だと、質問していただければ、その商品と、こういうふうに買いますというのを解説した動画の方を送らせていただきます。限定品、気に入った商品を買って高くなるまで待って売ると。お金とちょっとした目利き力がある方には非常におすすめの方法です。目利き力がなくてもお金があれば、その商品選びなんかの方は、転売アカデミーの方で教えさせていただきます。メルマガ登録お待ちしてます。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。